じり。どこで釣りするの？あのホテルのからちょっと行ったところに、なんか調べたらむっちゃデカアジが釣れてて、でそれをちょっとチャレンジしようと、みんなで回ってくればな。でも、ユウマズメ多分釣れるかもしれんで、昔もうまいからさ、なワンちゃんちょっと釣れた。一番ちっちゃいやつだったやつどうする？ちょうど夕飯か。夕飯をおごりにするか。わからん、何も釣れんかもしれない。金のいいね、ありがとう。なあ、どうする？罰ゲーム。あ、罰ゲームアンケートで決めるか。サオは何本？サオ何本あるんですか？俺は1本アジング積んでる。アジングとそのメジャークラフト。アジングもあるわ。中ちゃん違う釣りするか。カニ釣りか。カニ釣り。お、本あるやつ。ええやつや。金のバーガー。金のハートありがとう。指おるすかの。ほう。せっけらすごい。え。何にする？今日の夕飯。今日の夕飯一番。何で線置いてる？誰？そんな感じ。どうするです。あ、いやいいいい。勇者の剣サンキュー。トクメイちゃんも金の招き猫サンキュー。天気暑い暑い。花火サンキュー。ラスコーイ。制限時間内に一番とりあえずでかい生き物を取ったやつが勝ちに行く。え、それ潜って取ってもセーフ？潜って取っても OK。 ああ、なぜ獲物をゲットしたらいいねん。そう、どんな形であろうか、どんな形であれ生きてるもので、生きてる生物を、生物で、でかいの。で、負けた人は罰ゲームどうする？アンケートで決める。え？アンケートで3つぐらい罰ゲーム決めて、でアンケートで一番多いやつの罰ゲームにするか。それ怖くないか？めちゃくちゃいいよぞ、みんなも。何あるな、みんなめちゃくちゃいいよぞ。みんないろいろあるな。じゃあ一つは夜ご飯です。あーね、一つは夜ご飯で、二つ目は帰りしちゃい。二つは違う、三つからアンケートでやってリスナーが選んだらいいんだ。帰りしちゃい。いや、俺車置いてくるのかよ。いや、俺乗ってくよ。マジかよ。あ、いいね、助走する。助走、うん、助走、近場の服で助走って。助走して駅前歩くか。助走し、今日一日助走で過ごしてもらったらいいから。おお、俺助走で帽子のメガネきついてなあ。罰ゲーム何にする？パンチパーマってないやんけ。俺も毛ないよ。何？なんかねえが。ふかしにアルビダの助走させてくれよ。アルビダのピッコ。アルビダできそうだな。できそうだよ。似合いそうだよ。どうする？おお、強くん、センキュー、フワクマ。イバックみたいなことするね。センキュー、ラスカイ。富山なんか、発展場なんかある？なんかいい罰ゲームないかな。あ、その取ったでかい生き物食ってもらうか。負けた人が、負けた人に。勝ったやつか、勝った人の取った生き物を負けた人が食べる。 あ、いいですね。勝った人がね。だってそれじゃあさ、1位の人のものをビリが食う。まあ、焼いても生でもいいわ。焼いても生でも。それいいんじゃない。恐ろしいな、おい。何捕まえるかによるよ。そうやな、ヘビとか持ってくれて困っちゃうよ。何捕まえるか。生で食えるかって狙いだろ。だってなんか探すしかないわ。何がいいかな、罰ゲーム。どれにする？罰だからね。イノシシは取れねえだろ。シシ鍋だろ、シシ。
砂漠の。いや海外怖くね、すぐパッとできるようなの。山関係だ。ホタルイカ取って生で食べる。まだ焼き残ってる。どれ、うん、あの奥、ああ山残ってる。そう、左側もね。どうする、何がいいかな。考えよう。花火投げたら気づいてくれてない。そう、ごめん、歩いてやる、ありがとう、サンキュー。怖いなぁ。あ、歩いて、歩いてやる。センキュー、ラスコーイ。歩いてやる。遠いぞ。どっちか車で20分よ。じゃ歩いたら2時間ぐらい。いるな。歩いてやる、戻る。そうする。配信つけて一人でテクテク。2時間ぐらい、3時間もっとか。車で20分やったら3時間ぐらいあるかもしれない。いるな、いるかもしれない。ありがたらな。マリーさんが仕事で、はい、めっちゃ言うわけちゃって得してる。ああ好きなんだ。ファニーさんの UFO キャッチャー、ずっとやっとった。楽しかった。楽しかった、久しぶりにやったら。めっちゃ考えて、方角とか考えて、ここを釣り上げたらこいつがこういう風に釣れるから次釣れたらみたいな、3つ4つ先まで考えてやった。いや、バグってたのかな、腕の。どうしような、罰ゲーム何にしような。それはあれじゃん、あの負けたやつはあれ生でホタルイカ食えばいいじゃん、夜取ったやつ。あ、今日ホタルイカ捕まえたら。そう、ほんでホタルイカが取れなかったら、うん、とりあえず自分がもうカニだろうが何だろうが海藻でもいいからなぜ食えと、うん、どう、海藻でもいい。もう海藻もちょっとまあまあワンチャンちょっとこう腹痛くなるかな。やばい海藻、うん、俺毎年海藻食ってるけどね。食ってるな。むしゃむしゃ食ってるな。あの吐き出すけどね、あれ悪いから。あ、分かったわ。負けた人は不可思議もの乳を吸う。ちょっと待て不可思議もが負けたらどうするの。不可思議も負けたら中山の乳吸われてる。中ちゃんも罰ゲームになってるんです。それ罰ゲームだ。きついよ。それ俺も罰ゲームだ。富山県でこんな暑いんだな。ジリジリするような。暑い暑い言ってんのに山雪の子って。大阪よりだけど暑いな、富山の方が。外出てねえからかな。昨日寒かったのにね。夜になったら寒くなるんだよ。止めるのあるんだよ。カチャン止めるタイプの。ほー、
首に二人挟んでハンガー引っ張り合って洗濯バスやあかんの、うわ乳首つもリスナーさんいるわ、痛いよ、俺乳首人生で初めて怪我したの乳首がかさぶたできてマジで硬くなってた、うわカチカチになって痛かったぞ、あいいじゃんあれにするか、あの負けた人はコンビニ行ってろうそく買って背中にろうそく垂らすからペペペペペペ、うわめっちゃ熱そう、熱いだろめっちゃ熱いと思う、いいんじゃないろうそくそれ何やの X で来る、あのそうみんな一気にやんのやめようやケツにばちゃんケツにそれがいいんじゃないまたニコ生雪やなついと思うよ、暑くねえのかな、暑いわな、もう暑いな俺聞いてんけど、あの SM とかで使う赤いろうそくってなんか低温で溶けるみたいな、そうあれ暑くないみたいな、あ全然暑くない、やったことないわ、じゃあろうそくはめっちゃ熱いじゃんめっちゃ熱いじゃないかぜひフカシムに負けてほしい、かけたいろうそく、いや、ご褒美やったらどうする？喜びそう。確かにやられるな、そこが本能ですね。本当に喜びそうだもんな。とりあえず生き物だな。レオタード着て街をカッポしてる。あれでもいいかもね、負けた人は富山の新スポ行ってさ、そこで一人で30分さ配信してもらったらいいんじゃない、それいいんじゃない、なんか獣が怖そう、なんかこの辺では絶対クマ出るやん、このしかも何ちゅうかな春先のクマとか怖くない、お強く言い出しっぺにならないことを願い、やめろお前でまた俺かよ、嫌だわ、あでも養分は去年10月にタチウオ2本釣ってるからな、2回とも来て2回ともタチウオ釣ったんと、でその前にサビキでタコ釣ったから、タコも釣ってるからなんかあるわ、恐怖なんとか鉱山牛首村だかのなんとかって名前が怖いね、あ、義母愛子さんも入ることを拒否した場所怖っ、やばすぎやそれ、北陸最強の心霊スポット牛首村だって、多分ちょうど俺らの泊まってるところ近くだな、
あ、そうなんや。イノシシとかクマいる。最初に行ったやつ帰ってこなかったの、放置して戻ってなあ待ってた方がいいわな。危ないわ。じゃあ、あの約束で何があっても助けに来るなっていう。そう、何があってもね。クマとかいたら一番嫌だな。クマややこさ。え、出るのクマって。やこれやろ、この辺やったら。あれ、ここ何県だったっけ。ここ富山県。富山県ってクマいるの。月のワグマどう、おるの。いないだろ。ワンちゃん中ちゃんやったら月のワグマ強って帰ってきちゃうけどな。こいつねとか言ってる。無理だろクマは。もうやっつけたのかい。恐ろしいね。すごいわ、配信画面で見ると、配信画面で見るとっていうか、マジでそうなんだけど、バインバイン揺れてんだ俺。どこまででかくなんだよ。後ろにクラ、クマいる。クマ、コグマ。罰ゲーム何にしようね。おー、ありがとう金の花火、センキューラスコーイ、ありがとう107号ちゃん、センキュービバ。センキューラスコーイ。絶対バインバインリスナーさんいるわ。え、何捕まえる。もう生き物。罰ゲームどうすんだよ。罰ゲームゲームだよ、罰ゲーム。考えよう。怖いのいいけど、痛いの嫌やな。何がいいんだろうね。ほんまに？あ、そう。それかなんか激辛の食べ物を探して激辛食わせてるか。あー、まだマシかな。激辛。ケツの穴痛くなりそうだな。次の日さ、ションベンしたらチンコ引き出すんだよな。辛いの食ったら、うん、するね。するよな。うっそ。俺なんかちゃんちやばかったもん。何食ったの。18金カレー。あー、俺もやったわ。あれやばい。いや、俺中ちゃんちマジで救急車呼んでもらおうかなと思って。救急車呼ばないとやばいレベル。あれ全国で数百人運ばれてるからな。ひどんなしょっちゅう食ってしょっちゅう運ばれてるよな。あれ迷惑配信者だよな。金の風船ありがとう。だってひどんな毎回一人で食って毎回さ胃が痛いって救急車で運ばれてる。また食ってるからな。何回も食ってるで。だって今まで何回運ばれてんだろうな。相当運ばれてるよ。あの辛さおかしいもん。なんか化学調味料やで、胡椒とかの辛さちゃうもんな。おかしな辛さ。体壊す。死ぬ人とか出てこないのかな。人用弁やで。やめろよ。三重県だけ救急車有料。基本どこも有料じゃないの。分からんけど。いや、竿は2本しかないから。竿は2本しか。救急車って無料なの。あの故意的なやつが有料になるのか。
車なんか乗ることねえからな。人生に乗ったことある？救急車、自分が。俺一回だけある。何で？自分で呼んだ。何やって？分からん、急にストレスで多分倒れそうになって、もうあかん、倒れるってなって意味わからんよ。薬局に車止めて救急車やって俺なんかさ、こっちの使い方もすごくポトリになってビビ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 もうぶら下げてんもんないや、たまごっちね、餌やらないで、子供だから次男やったっけ。そう喜んどるわちゃんと遊んであげないと拗ねちゃうから。拗ねちゃう、運動もそさなかもんな。で、運動した後はだいたいおやつに食べてるな。そうすると喜ぶから。たまごっち、うんこ回収とか今あんの？あ、これいいじゃん。なあ、一番でかいちっちゃい生き物だったやつは、なんかの動物のうんこを見つけるまで探し続ける。犬のうんことかさ、それがいいんじゃないの？虫でも虫でもいい。そう、ちゃんとうんこ判定出る。もううんこというものさ、うんこ、わかるか？難しいな、それ食えてもいい。いや、うんこって探そうと思っても多分なかなか探せないよ。今ないで、今ないで。もうそうなったら散歩させてるオーバーのケツつかなしゃあない。うんこするまでやっと出た。そうそうそう、出してお願いみたいな。そうせなしゃあない。何がいいの？考えろよ、何がいいかな。あ、ほんじゃ負けたやつはリアト作るまで海の前で待機させるか。ごめん、俺リスナーいないんだよ。閲覧が10しかないんだよ、いつも。それはあかんか。多分ずーっと来ないよ、1ヶ月ぐらい。で、富山リスナーリアトツ来ないね。何も来ないね。何がいいんだろう。やっぱ夕ご飯か。今日夕飯しか。あー、夕日なんか見てた、夕日ところ。でも釣りするところも向こう側から見えるよな、夕日な。一回深しいもの、朝日やったかな、朝一かなんかで太陽映しの時あったんだよ。夕日かなんかの時に配信見たんだよ。あれ綺麗だったよ、綺麗したよね、最高。あの、古民家でしょ？うん、古民家じゃない、どっかで釣りしてた。古民家の後で、防波堤みたいなところで朝日やったかな、千葉かな。どうする？罰ゲームか。あの人スキーしてたのかな。あ？あれスキー靴だよね。スキーできるだろうか。あれ？ほんまやな。どっかでスキーできるとかあるの？なんかいい罰ゲームねえかな。ほんまやな。スキーの靴。ホタルイカ今日の夜だよ、出動。昨日は荒れてた。今日の夜、湧いてもらいたいよなあ。だけどさ、俺ら毎回行くときさ、いるじゃん、人が。はいはい。ホ
今年どこにも一人もいなくね。いや昨日は多分雨やったし風が吹いて波荒かったからおらんかったじゃん。今日は少しは出てくるか。うん、今日はワンチャンあると思う。天気もいいし。とりあえず生き物を捕まえるしかない。うん、罰ゲームどうすんだよ。ふかし考えて。負けたやつ、じゃ女物のブラジャーとパンツ買いに行ってそれ身につけてもらうか。このサイズあるってあるだろう。難しいもの、それ身につけて記念撮影するか、一人ワンショットなあ。猫さん、センキュー。みんなの前に連れてきてカウントね。はいはいはい。連れてきてカウント。うん、その場にちゃんとポンって、で全員配信つけて何か探せばいいんじゃないの。はいはいはい。制限時間。ホタルイカはね、釣りをするんじゃないんだよ。湧いてくるからすくうんだよ。え、あれでしょ、うまいって言ってたラーメン屋はじめ屋。うん、そうそうそう、家系ね。やっぱ証明してくれてきた。あ、この辺もリンゴあるんか。あ、お前なんだこれ。リンゴか。お茶があるな。濃い麦茶。あ、飲んでもいいよ。これ昨日。人はなしよな。昨日買ったやつ。え？人。人は何？人はなしよな。人でもいいんじゃない。その辺のばあさん連れてきたりする。いいんじゃない。だからばあさんが、みんなばあさん連れてきたら一番身長高いやつな。分かった。一番みんな腰ひん曲がってるからばあさん一番でかい。人はずるいだろう。人はずるい。人はなしにする。さすがに人はなしにする。人はなしだろう。分かった。だってコミュニケーション能力あるもん。あ人はダメ。あ、じゃあ人以外の生物ね。いや、これで今何もこういう話せずにばあさんとか連れてきたら面白いけど。じゃあ人間はダメだね。分かった。人間はダメか。あれ、デカ味ってあれな、丸味なんの、あれって。あれはマージっす。マージなんの。マージ。はあ。あれ、口弱い、やっぱり。弱いっす。あ、弱いんや。弱い。はい、口弱い。あんまり腹筋を思い切りってあかんねんな。キャーってやったら、キャーって切れちゃう。口が裂けちゃう。だから、ドラグを、設定をちょっと弱めにして。弱めて、ほんで腹筋をしても、ジャーってこう。そう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 。あとで教えます、どんぐらいの。何捕まえようかな。
キャッチャーに8000円だったら買えたな。なあ、ほんまやな。2000円ぐらいで買えたの。買えたな。買えた。おー、ありがとう、花火。センキュー、ラスコーイ。ラスコーイ。大丈夫、やってくれる。ビーバー。これから。これみんな同じ竿じゃないとダメじゃないか。竿は変わんないだろう。俺も太い竿でいいよ。いや、釣りにくいけど。変わるでしょ、竿は。ほんじゃ2本足んないの。違う。養分いっぱいあんねやろ、2本。いや、足りんで。4本あるで。俺2本持ってるもんだって。用も自分の持ってるやろ。で、ふかしも自分のあるやん。で、俺がなかったのもふかしも持ってきてんの。あ、嘘。ほんじゃ、竿足りるじゃん。竿足りる。ほんじゃ、やっぱ魚だな。うん、俺、道具も持ってきてるぜ。うん。ほんじゃ、魚でいいじゃん。うん。ほんじゃ、なんでふかしも俺に竿持ってこさせたの。え、いや、だから、なかったら足らんたら面白いな。あ、そういうこと。そう。俺、フリじゃやったことないんだから。教えたてに。魚なんかこうピュッて投げたらピュッて来たらピュッてやってピュッてやるだけやもう大阪のお盆みたいなやつ。ほんじゃもう魚シリーズだねそしたら一番太い竿を使ってる人が有利やで。え、マジで？それ俺細くでいいよ。じゃあ有利っていうか何をかけても抜き上げられるかな。ああね、俺どっちかって言ったらアジングロードででかいのっつって遊びたいわ。ドラッグ含めて。そうか、また魚か。釣れなかったやつはどうする。あ、釣れなかった人間で夜ご飯割るか。それもいいかもな。だからね釣り未経験で俺無人島でやったけど全然釣れなかった。あれはね、じゃあ竿だけ、竿とか積んですぐ行って釣り始めるか。ちょっとさ、近くに多分釣り具あるからちょっとそれだけちょっとやらして。ああ、問題ない。日本海仕様。お、お強分。ありがとう、センキュー、マニキネコ。これから釣り対決だな。釣るか。え、絶対、ね、夜寒いよな。パーカーも持ってきてねえわ。よし、服持ってこようかな。よしよし。じゃあ服持ってきた方がいいか。あー、寒いです。それ持っていく。ねえ、ちょっと服持ってくるわ俺。あれは部屋の鍵は。あれじゃない？あら、あら、ふかし
ハニーさん、ユーリカ、どうなんだい。あ、オッズは俺5倍ぐらいじゃない、それっす、俺が5倍ぐらいじゃない。ね、まあ、養分がやっぱり養分はあの引きあるじゃん、引きが強いでしょ。俺大穴だね。会いに行くから、あ、ぜひ持ってます、お願いします。いや無理じゃない、俺釣りやったことないよマジで、釣りやったことないし、やったことないんだよね、まず魚触れねえし、うん、魚釣るだけだな。昔も鍵閉めてくるかな、刺しっぱなんだけど。いや今日も寒いって絶対。これ無理じゃない、今日これ入ると無理じゃない、寒くない？昨日の方寒いだろ。いい加減にしろよ。この時間でこれ寒いってだって。いやいや昨日の方が寒いって。え、今日も寒いって絶対これ。今日はだって昼間暖かいから海の温度上がってるでしょ。ちょっとはな。寒いってこれ。今日。寒いって。これ中山を泳ぐから。釣り上げる。するべし。めっちゃ寒いって。アイナメ釣りたいな。シャワンの服な、もう昨日の養分なんか酔っ払ってるから勢いがあったで、シャー言うたらもうビャーって言ったもんな。なあ、今日は中山の番だから、もう俺入らなくていいんだから。深瀬はどこにいて、昨日3分入ってないから今日3分以上入ってたって、俺3分どころじゃなく入ってたって、俺波バッサンバッサン来とったよ、3分以上入ってたって俺、多分10分ぐらいいたと思うで。10分おらんな。俺今日測るからちゃんと測るよ。測らなかったの自分だろ、俺は測るよきっちり、きっちり5分、上がってこいとしたら戻す、うん、鍵閉めてきたかな、あ、携帯ね、鍵持ってきた、鍵あれドアに刺さったまま、あいつ本当遅いな。マジで、マジであいつ常に遅いよな。LINE してます多分。金の招き猫、センキュー、ラスコーイ、一回釣り具やってたっけ、釣り具屋近いの、
釣り具屋近いの。ちょっと待って、何まだかかんのかよおめえ。どうする、それ金の招き猫1台で行く、2台で行く。そっちに道具あるんやったら乗ってった方がいい。2台で行きましょう。そうするか。オッケーオッケー。じゃあ、釣り具屋さんついていくわ。戦場でまた会おう。戦場で戦場でまた。釣れたらいいね。戦場でこれより釣るぞ。次釣り具屋行って餌買っとこうかな。餌釣り完璧やんそれ。絶対釣れるでな。餌釣りやったら餌釣りいいんじゃない。瀬古線行こうか。みんな生き餌つけたら絶対釣れるからな。夜ご飯払うって考えたら餌買った方が安いんやな。間違いない。エビとゴカイと両方やな。富山やから白エビ、白エビか白エビ餌にしたらいいんじゃない。釣り何時間勝負？だから早く行かないと釣れなくなんじゃないの。いや、夕間詰めが一番いい。いつ？今からが一番いい。この何時まで？日が沈むまで、うん、暗くなる、暗くなってくらい。寝る前だから魚が今夜の分飯食ってるわけよ。暗くなったらもう終わりっていう。釣り何時間勝負？5、1時間ぐらいでいいんじゃない、うん、勝とう、みんな勝とう、ぜひ。あいつ本当すげえな。何やらせてもせえよな、ふかしって。絶対釣るよ俺。こういう時中山とかがってすげえなんか変なでけえの捕まえるんだよ多分。なんか俺はそんな気がするわ。シロだね。いや、そこにいるんだよ。いるけど、遅いんだよ、あいつ。毎回遅いんだよね。
ざ向かうぞ。あのね、釣り具屋行くまでにガソリンスタンドだったら止まって。はい、俺釣るよ、絶対釣るね。釣ったら食べるの。釣ったらやっぱり一番ちっちゃかった人には食べてもらったらいいんだよ。あ、バーナーあんだけど。バーナーはある、バーナーあるから、うん、バーナー焼いてあの、食ってもらう、焼き魚。長さか重さか、長さか。ああ、魚やったら長さやな。微妙やな、これな。長さと重さ、うん、重さだって測れないでしょ。もう感覚でいくしかないよな、それやったら。長さだろうな、そんな思ってるのってあんまりいねえだよ。見たらわかる。アナゴなんか釣れる。なんか俺今日カレー釣れそうな気するわ。マジで？あり得るな。でも5回つけて投げたらカレーはこの時期あり得るわ。なんか俺カレー釣れそうな気する今。頭にカレーが出てきたわ。マジか。ああ、あり得るな。カレー釣れたら煮付けにしてふかし芋に食わせよ。なんでも食わせるやん。なんか釣れたらふかし芋に食わせようとしてるな。なんか養分だけ釣れないフラグがすでに立ってる気がする。また俺なの罰ゲーム。いや、養分は釣るで、みんな。養分は釣るでな。あ、去年も釣ったもんな。釣るぞ俺は。タコだって釣る男だからな。そやで、絶対釣れへん。サビキでタコ釣ったんやから、ありえへん。やってやるから。竜宮の使いつってやん。まあいいや、どうだろうな、釣れんのかな。釣れたらいいだけだけどな。キュッキュッキュッ、いける。餌がでかければでかいほどでかい魚、そういうわけでもないの。なんとも言えんな。そういうわけでもないんだ。イサキが美味しい。石川県のアイドル魚住みきちゃんも7日から釣りまくる。誰の魚住みきちゃん。あいつら釣り具屋って遠いのよ。近いのこれ。近くの釣り具屋。キャンプじゃないよ。酒のところだった。これお前釣り具やってるうちにもう終わっちゃうんじゃねえの。まだまだいける。旬を迎える赤貝。なんか結構混んできてるな。
セルフちゃうわ、高いやつやこれ高いやつやこれ、街中のあの小さいスタンドよりめっちゃ高いやつやこれ。ぬいぐるみ取れたよ、クマのぬいぐるみ。経由後ろ、経由、経由後ろ、そっち経由、うん、あこでもあこでもいい、あこで、あこで、ちょっと右の方に振っていただいて、はいはい、なんか田舎って感じでよかったな。あこで、あこで、あこで。プーさん、1回で撮ったよ。あ、2回だけどな。1回だな。プーさん、1発だ。一発。100円。これぐらいの。いや、現金で。現金でよ。うん、リッター何本やろ、経由。150円。あ、150円、いくら。5000円入れて。5000円で、うん、はい、はい。1万円分かる。うん。経由150円、たくさんやな。高い？高いやつ。俺、いつも129円で入れてる。そんな違う？違う、129円で入れてんの。11円も違うの。うん、20何円違うの。すべっけ、うん、ほんまそんな変わんの大阪で。変わる変わる。いや、大阪で俺、和歌山も入れてんねんけど。あ、和歌山安いもんな。そうそうそう、129円やけど、今150何円。和歌山確かに安い。なんで和歌山と安いガソリン。わからん、なんか全国的に一番安いらしいで、和歌山。和歌山マジで安いで、ガソリン。マンタン、無理やってよ、マンタン。電波悪い？あれ、湧き水なの？湧き水なの？だって、これ上に立ち上がってるもん。なんで、なんでこれ？なんで伸ばそうとすんの？なんで湧き水だって。あ、止まった止まった、ほらトイレ、もしかして。いやいや、なんでよかった、飲まなくて、これトイレだわ、あれ絶対。なんでこれ。電波悪いな。くるくるだ、くるくる。くっくるくっくる。くるくくるく。あ、まだ見てくれるの。見てもらおう。みんなちょっと待ってね。電波悪いわ。いや、経由やで。今ガソリン170ぐらいか。万とかぐらいちゃうかな。170とか。高いよな。ありがとう。はい、すいません。そう、これからなんか今度釣り具屋行くらしいよ、私は。ちょっと、OK。右に行くんやな、進行。なんでこんな街中なのに電波悪いんだろう。
電波まだ悪い、お前ら悪い。大丈夫、
前走ってる。なんか一回釣り具屋寄りたいんだって。でそこから釣り。どこに釣り具屋向かってんだこいつ。ほんまにあんの？わからん。チャッチャッチャってやりたいのに。いや、深しも体重計乗せようと思ったけど、いなくなっててない、やってなかった。中ちゃん測ってたよ。中ちゃん98だったね。中山。俺も乗ろう。何だよ、何キロ？わからん、多分85ぐらいと思うねんけど。もっとあれやろ。いや、わからん、乗ってみな。俺、配信では84ぐらい、34ちゃうかって言ってるから。変わんねえだろ。いやいや、それが90超えてたら言われるやん。お前、嘘つきやがって、つって。90いってるだろうね。このデブって言われてた。ファニーさんいってると思うけど。マジか。ファニーさん身長結構大きいよね。174。もっとあれやろな。うん、174だよ。じゃあパルパルと同じぐらい。あ、そうそう、一緒一緒。パルも174よ。パルとセイジそれぐらい。さらに太ってたで、ね、どん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 丸くなってるんだって。昔も俺とあんま変わんねえんじゃねえ身長。ドリ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 、どこにあんだ釣り具屋。何釣れるのって分かんない。深しいもが今川に顔が太らないのがいい。太ったって香川パンパンだって今。お前何見てんだ。香川なんか今多分110キロぐらいあるんじゃない。マジ太った。香川くんずっと太っとって、ほんでダイエットするって。そうそう、あれ細になったな、あれな。一回太って痩せて太って痩せての繰り返しだよ。多分110キロぐらいあるんじゃねえの。一回香川ダイエットしてる時にマクドのバーガー食わしちゃったよ。俺ダイエットしてんだけどね。なんか今ユキチ痩せたらしいね。病気になった、波に痩せたって言って、ガリガリになったって。痩せ方分かれへんもん。あいつも太ったり痩せたりしてる。西日が眩しい。これ餌買ってこようかな。西日が餌買うか。お前どうする。餌買おう。餌じゃ餌買ってくるか。行くかお前ら。お前何買うの。俺の針ついてないんだよ。針あるや。俺あれの金具しかついてない。うわ、スズキでかー。111か。まあまあな記録や。餌探すわ。餌あとに誰が作るじゃない。俺さ、あ、これあのさ、これにちょっと大きいね。
なんなってんの。足？トイレはどれ？左角です。あ、はい。これ。探すな餌。あ、あったあった。餌買うわ俺。餌。あ、ありがとうございます。あったあったあった。エビ釣れるだろこれ。エビ買ってっか。エビこれこれあったら釣れるだろ。釣れない。いや、もうちょい大きい方がいい。もっと大きい方がいい。ここらはもう LL でいい。LL かな。うん、十分に。これだったら。これ。これ買うわ。これと、なんか巻きてぇな。こんなん釣れるんか。これ一匹つけて、今の間にこれ戻ったら、それはガツッといきんちゃうか。エビもっとでかいのないかな。これが最大か。 3L？ うん、3L ある。でかければいいってもんな。いや、違う違う、これがいるよ。この時期のやつ。ほんとかよ。こんなんビャってぶっかけた方が来る。あんまり意味ないかな。ほんまか。小魚が寄ってきて大物がバッて来るんじゃないの。ありえるけど、別に。でもな、巻きたいな。これ一個巻くか。これフルーティーな香りでビャッビャッビャッって。これハシ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 。これで行くんやったら、もうこれもう完璧。なんなんこれ。これブラックリッチってな、際の間にペッて、うん、ファンにそれで釣るんか。これが一番いいと思うよ、養分も。俺も、うん、これ岩の間にこうずっとペッ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 て。岩あるの、うん、俺も。いや、引っかかるかもしれない。からくり、うん、これはあり。センズリ。これね、これでようやってますよ。投げてね、延長で。一番ボルター見たら、これいいとこないかもしれない。完璧か、これで。うん、俺は何かにつけてる。完璧だ。何やってんの？ゲーム。お前変なゲームしてんなよ。お前負けたら夜飯なんだぞ。ビギナーズラックってやつがあるから。夜飯はめっちゃ高いとこ行くんやで。え ?4 万円ぐらい取られれば。4万円ぐらい。とんでもない。この価値格だわ。価値格。あ、なくていいですね。価値観。
1340円。これ価値格だわ。はい、うん、はい、はい、どうもお疲れ様です。はい、どうも。僕ら大阪から、大阪からホタルイカ取りに、あ、ホタルイカ取りに来たね。今日出ますかね。可能性はあるね。ホタルイカがメインでね、でね、はい、そよりもね、うん、今は、うん、ありがとう。よし、OK、いっか。だからルール言うよ。一番でかい魚釣ったやつが勝ちで、釣れなかったやつが負け。サイズが一番ちっちゃいやつが負け。なるほど。で負けたやつが今日の夜ご飯で、重さじゃない、長さでいこう。長さな、サイズだよ。分かったね。うん、俺金足りなかったら貸してね。うん、ないから、うん、よし、ようジュース買ってこう。うん、あれだかでいい、あれ、うん、なんか買って持って。いや、やっぱ魚を釣るからな、コカコーラだな。なんでこれどっち、あの、いや、缶だな。缶に行くの、どっち、左だな、左、こっちね。缶行くんだね。そう、珍しいことした方が釣れそう。なるほど、流れ変えるんだね。俺の嫌いな飲み物、コカコーラ。海蛇チャンス。こういう珍しい行動した方が勝つんだよ。絶対負ける、負けねえぞお前らなあ。どんな勝負も負けんな。長いもんが勝ちか、長いやつか。アナゴ釣ったほら一撃で勝てるな。アナゴなんか釣れんの。アナゴ釣ったらもう一撃やな。海蛇な、負けられへん。で勝つ。ということで、かけ。久々に飲むわコカコーラ。俺がコカコーラなんて飲むの見たことないでしょ。ない、確かにないな、ほんまやな。嫌いだからね、炭酸ジュース。炭酸ジュース嫌いなんだよ。なんで買ったって釣りするって言うから。日焼けしそうって。いや今日ジリジリだったよ。センキューラスコイドスコイ、センキュードスドスドス。眩しい。俺がな、俺養分についていく。俺2位でいいかな。岩の中入ってるしかない。携帯落としたらどうしよう。一番高くつくわ。それしかないよ、それ。取れるか。いや、無理やな。絶対無理やな。満潮の時刻は調べましたか。調べてるわけねえだろ。わかるわけねえだろ、俺が。
俺が知ってんのはおまんちょしか知らんわ。おまんちょだけ。おまんちょも苦手。事情がわかるんだよ。宮城県には潮吹き海岸っていう海岸があるからね。あー、センキュー金の招き猫、センキューラスカイ。たまごちぶちだね。今日で何歳だよ。13歳。だから俺たまごちが死んだらさ、ゆいと初めてのお葬式開いてやろうかなと思ってさ、ゆいとも主任してゆいと袴着せて俺黒い服さ着て、あの葬式配信しようかな。やばい、俺香典持っていくかな。たまごち生前仲良くしてくれた方々、この度はでリスナーさんもこの度はね、ご臨終様ですみたいな、やりたいな葬式配信。いろんな経験をさせてあげたい。お悔やみ申し上げます。で、そろそろ多分寿命なんだよね、たまごっち。たまごっちって毎回死ぬ年齢決まってんのかな。ちゃんと育てたら長生きするのかな、1ヶ月とか。たまごっち寿命あるわ。何、100歳とかまで生きんの。俺たちが死んでるわ。いや、こいつは1日1歳だから。ああ、そうなの。え、じゃあ3ヶ月か。え、そんな長生きすんのこいつ。10日間とかで死ぬんじゃないの。またまた。どうやらたまごっちの最高の年齢は99歳のようです。3日経っても100歳にはなりません。どういう意味。いや、だから99歳から3日経ったところで100歳にはならんっていうこと。最高は99ってことは99日やな。3ヶ月そんなに世話しなきゃいけないの。いや、こいつ結婚しないんだよ。結婚しない。うん、交尾マークとかもないし、多分これ一生独身だよ。独身。ママのね、たまごっちは3時間ぐらいで死んでたで。ペッて。ママ2回ぐらい転生させてるから。俺のまだ死んだことない。ちょっと調べるわ、富山何が釣れるか。富山県何が釣れる。メバル、サクラマス、クロダイ、フクラギ、カマス、キジハタ、スズキ、キス。キジハタか、いいね。あ、こうね、でかいの。キジハタなんか高級魚やもん。あの刺身はプリプリや、あの刺身。どうしよう俺、とんでもないの釣ったら。ありえるよ。エビなんかつけて岩の間入れたら、うん、ほんまに可能性めっちゃあるから。だいたいガシラっていう、あ、カサゴっていう魚が釣れんねんけど、それ以外にもいっぱい釣れる。さっきコメントにも銀歯っていうのがある。カサゴ釣れたら岩にバーンってぶっ殺していい。なんでそんなそんなちょっと炎上させた。あれ呼ばれてる。怒ってるわ。怒ってるよ俺のタマゴッチ。いや、食うんだったらいいよ。プチ炎上させた。養分が魚を殺し回ってる。で、運営すぐ俺のことバンにさせようだよ。なんであいつらなんか俺に厳しいから。カサゴの唐揚げ最高。でもタコは叩く言うからな。タコ、タコは釣ったらバーン叩いてしたら身柔らかになるって言うから叩きやる。そうなん、うん、タコしばきよね。バチェーンって、うん、タチウオも叩きつけてなかった。いや、叩きつけて見ちゃう。お前らって普段からどんな目で俺のこと見てんの。俺がタチウオを叩きつけてんの見たの。
見てねえだろ、嘘つけよ。カサゴとアラカブ同じ？なんだアラカブ。ああ、一緒。あの地方によって言い方ですよね。カサゴとかガシラとか、九州の方とかではアラカブって言い方するんだけど、全く全部同じ。呼び方が違うんだ。呼び方が違う。いろんな名前あるんだね。ふくらぎはブリの幼魚で、うまい。で、魚も、あの、なんか進化すんだもんな。うん、出世魚ってやつな。ここ釣れそうだな。なんだ、田んぼか。田んぼだよ。これ田んぼ？田んぼじゃ釣れねえわ。イモリ取りたい。イモリ投げたら釣れそうだな。イモリ餌にありえるな。魚何でも食うだろあいつ、うん、靴下とかさ、ケットかけてさ、海の沖に出て投げたら釣れるかな。靴下、ああ靴下は難しいな。難しいな。食わない。さすがに食わない。タコ動いとったら何でも食うからな。あいつらタコは何でも雑食、うん、動いてるもんに行ったら。ホタルイカは夜中だよ。ホタルイカって夜中なんだよ。夜中から朝方だから3時4時とかそんなんかな。あ、なんか来てるな。なんか富山っぽい場所まで来てるわ。一番富山っぽいわ、この辺。鯉を鯉叩きつけんじゃない。あの SM アユっていうふわっちの配信者いるんだけど、 SM 上でお客さんに頼まれて鯉を口から裂くんで、こうやって湯気突っ込んでバリエって、そうやって生計立ててんだよ。そういう性癖の人がいるらしい。やばいよね、怖いよね。あゆば、ゆびは今家でなんかしてんじゃん。そう、恋プレイ。いや、恋を口から裂くんだって。今日のカリちゃんコーナー、あ、やっとく。今日の毎日やってんだよ。何それ、今日のカリちゃんコーナー。毎日カリちゃんに電話するんだよ。今日のカリちゃん、今日もダメだわ。だからお金は払ってあるってことだな。ああ、そうやな。繋がってて電源をずっと切ってるってどういうことなの。お客様の都合によりやったら払ってへんけどな。ちゃんって身内どこにおんの、親とか。聞いたことないな、カリちゃんの話。カリちゃん、うん、知らねえ。なあ、知らんな。いないんじゃねえ。カリ、いないことはないけど。親おらんことないやろ。お兄ちゃんもいるでしょ。あ、そうなんや。3兄弟じゃなかったカリちゃん。へえ。3兄弟。犬も行方不明。平方かな、親は。え、親と仲良くねえっつってたんじゃねえ。ああ、そうなんや。確か。だからカリちゃんは大体あの鹿児島のなんとかっていう時は大体誰かと遊んでる時だな。なんか何かと鹿児島に理由つけんだよ。鹿児島に実家があるとかわけわからん。じゃあ鹿児島っていうワードが出たらちょっと疑った方がいいんだな。あ、今日誰か女と遊んでんだ。めっちゃいいとこや。めっちゃいいとこや。うわ、夕日がバリ綺麗わ、これ。ああ、これ綺麗わ、夕日が。めっちゃいいとこじゃん。あ、うわ、お好み焼き屋さん。釣り人もおるわ。どこにいんの。おるおる、向こうにほらいっぱいおるやん、釣り人。ほら、え、めっちゃおるやん。なんであこで固まってんやろ。いいね、のどかだわ。
めっちゃいいとこじゃん。ああいいわ、これ養分完璧やわこれ。うわっていうか夕日むっちゃ綺麗やんこれ。めっちゃいいとこやんけこれ。富山県ローカルルールとかねえよな。釣り人ってなんか変なローカルルールとか作りやすいからあいつら作りやすい。地元ルールみてえな、わけわかんねえ。ここは俺らの縄張りやけんみたいな。お前どこのもんやみたいなお前ら 見ない顔やなみたいな。挨拶したのかみたいな。そういうやついるんだよ本当に。昔俺言われたからね、和歌山で。だからコメントで来たんだよ、お前らどうのこうのみたいな。なだから、じゃあおめえ文句あんなら今から来いよっつって本当に来たんだよ。そしたらあの本当に釣り人だった。そう釣り人だった。しかもふわっちを知らない一般人。和歌山で俺がタコっつって騒いでたから、和歌山タコで検索したら俺が出てきてそのまま来たんだよ。そう和歌山タコで検索かけてな。じゃあほんまやで、ほんまほんまな。見てた人いるっしょ。マジなんだよ。ちょっと俺いいか。ヤバン、ジャンフェイスタン見てみろヤバン、仕事が早いんだよ。本文完成、もういいよ。それ俺の、もうヤバン、次な。それ俺の竿、うん、ヤバンの竿。ほら、もう仕事が早い、もういけるよ、もういける。さすがやな、ファニー。そうだろ、ほんと、なんでもできるよ、ファニー。ファニーなんか外国人とも喋んだよ突然。うん、あいうの？やろやろって。これやばい。本当のなんか詐欺かなんかの前科とかありそうだよね。お前知ってる？これ外国人とかとも喋んだよ。外国語言って、おお、オッケーオッケー、うーんって。やばい。マジでな、何者なのかたまにわけわかんないことあるんだ。しかもピアノも弾くんだぞこれ。ピアノも。ピアノも突然パパパパーって弾くんだぞ。じゃあマジで。よし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 。これぐらいな。来てる来てる。何やってんだよ、さっきから。うん。もうちょっと詰まってな。ノブ。あ？またこいつなんか探してんぞ。何やってんの？今度財布だ。またあいつなんか探してるわ。またなんか探してるよこれ。財布か？携帯か？あいつかまた。よし、余分いいよ。これで落として、探してんだ。余分聞いて、これってそこにトンとつくやん。トンの時にこうトントンってしとったから、わかるから、こう下にこう重りがトントンと当たってる。当たってるんだな。そうそうそう。俺もできたぞ。ちょっと何やってんだよ、俺初心者なんだから早くつけてくれよ。今度お前何なくしたんだ。俺のどこだ。え、何やってんだよ。何探してんだよ。届けてんのか、お前。行くぞ、俺。何探してたんだよ。ほんと釣れんのか。俺らの場所ここにしようか。
セトラポットねえもんだって。あ、なんかでっけえ魚釣ってんな、あっち。なんでいい？どう？いい？いい感じ？いい？いい感じ？最高？ん？最高。あとは俺が魚を釣り上げるだけよ。ありがとう。なんか釣れる気しねえな。
るわ。
こ何で濡れてんのこれ。いや、雨が降った水が下からだったりする。そういうこと、うん、迷惑やな。お、ありがとう、お疲れさん。ドキドキさん、パニックさん、写真だよ。あ、ちょうど写真だよ。頑張って、頑張るから。釣るぞ。パニックさん、久しぶりやな。合わせる時に、合わせる時にパニックさんで、フィッティングや。テトラポッドの中行くぞ、お前ら。俺が海の世界まで連れてってやる、お前らを。さあ、これ携帯落としたらもう助からないな。損失は iPhone15 だわ。そこの岩のところ。そうそう、あんなもう ここの岩。ああ、で、あの、全然この岩のところとか、ここでもいい、ここでもいい、この、こういうところ、こういうところでもいい。うん、で、落ちれへんかったら、順番にこの岩の隙間ずっと落ちて、ピュッピュッピュッって、狙い目やから。うわっ、びっくりした。うん。あ、大丈夫、もう、いける、怪我してない。こんばんは。パニフィッシュ、パニフィッシュ。痛い、ごめん。悲しいことがありました、このタイミングで。どうぞ。はい、今回はアジフということで、こんな感じ。針がついてね、ミミズみたいなやつ巻いたらキョロキョロキョロ。うん、火がないです、もともとないよ、俺は。もともと歩かない。初見いらっしゃい。アロンアルファが浮かせてくれてる。あ、それほんま嫌。食塩状の水を落としました。それ俺も泣けるやつや。それ俺も泣くわ。それ俺も泣くわ。に釣れる気するか。釣れる。なるほど、それやったらこっちボトム。ここでボトム落としていいから。
陽文がやってるやつに変えようか。こっちのワンチャンでかいのあれんだよな。わかるの気分ですね。今日やっぱりね、日本海側ってな、西の方じゃないですか。これがもっとなんか上手に見えへんかな。俺ね、アイカメラすごい。みんなちょっと夕日見て。シェンドウもお疲れさん。わかる？この夕日がね、最後ピューッと来るんだけど。来た！お、来た？お、来たわ！あ、来た来た！あ、来たわ、養分！ほら、ほら養分、それ引っかかってるだけやわ。え？え？引っかかってるだけやわ。え？養分。え？根がかりやわ。なんで根がかかるの？ほら、根がかりだわ。ちょっと貸して。このね、根魚ってさ、餌を食べた瞬間にな、岩の中に逃げる時があんねやんか。貸してみて。取れた？あ、取れたっぽいな。あ、餌ないわ、ほら、やっぱり取られたわ。これな、もし釣れたら、すぐあげんかったら、餌食った瞬間に潜りよんねやんか。で、その時に引っかかったりする時あんねん。今のは食ってたの？いや、餌ないやん、だって。あげるわ、餌食っていこう。根がかりってさ、食ってるって言ったら忙しいな。エビもつけてしょ。つけるわ、つけるわ。今食ってたと思うんだけどな。いや、食ってたやろ。食ってて、岩に潜られて、ほんで引っかかったやと思う。俺もこっちにしようかな。これあるわ、チャンス。いや、今食ってたと思うけどな。あ、でもこれ、餌残ってるわ。ちょっと食ったっぽい感じのやつやわ。だって、キュキュン、キュキュンって来てたもん。マジで。よし、もう一回行こう。釣りはまず、はい、釣り第1条、焦るべからず、はい、お前らも書く。第1条、焦るべからず。第2条、待つべからず。今も食ってた。金の花火千九ラスカイ。ちょっと行ってくるわ。今食ってたの。
バシャーンってなって帰っていくんだけど、それの帰りがね、横に海流流れてんねん、流されんねん。日向川は太陽は山側から海のね、海が違ってくるんですけど、でもそうですね。これだけです。これね、ちょっと視界が荒ぶってる。いた。また食われた。ピューン行かんとあかんな。わかった、いる。なんでこう引っかかんないんだ魚に。いる。今餌もまいた。
と思うんだけどね、これ。いつやる？来た。魚なのか根がかりなのか分かんねえな。あ、本当ですか。あ、仲良くしてください。なんか釣れたんですか。いや、何も釣れないですね。何してて当たるのか。はい、ここ釣れるんですか。そうそうそう。何年前ですか。もうだいぶ前ですよね。よろしくお願いします。ぜひ頑張って作りますよ。
しようね。そう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 、世界一のスタバの時の卒の人、あの糸電話さ一緒にやったじゃん。そう、あの人、あ、何年ぶりだろう、相当久々やで。やっぱここ食ってんだけどな。ほら、また食われたんじゃない、エビ。ほら、なんか食ってんだよな。なんでだろう、エビだけ取られんだけど。もっとゆっくりしてからあげた方がいいってこと。お疲れ様。ほら、キュッキュッキュッって、ほら、エビだけ食わねえんだけど、どうしたらいいの。エビだけ毎回食われるんだけど、なんでだろう。
か放置してんの見る？諦めて切るか。その方がいいな。なあ。ちょっと諦めて切ろうか。ちょっと待ってて。はい。
ただいま。真っ暗だわ、何も見えないね、この辺。何も見えない。このまま待とうか。今のとこ誰も釣れないな。財布落とさないでねって。財布持ってきた？持ってきてないよね。多分だけど。持ってきた？カニとか釣れてんのかな。誰も釣れてないね。なんだ？あいつら誰か誰か釣ったぞ。中山か？あ、な中山なんか釣ってるぞ。ふかし？中山アジ釣った？え？俺と中山だけ？やばい、俺とファニーだけだ。まずい、中ちゃん釣れる。まずいわ。どうすんだよ。たまたま今同時に釣れやがった。ふかしいもが釣った瞬間に中ちゃんが釣った。やっぱあっちがあっちの方がいいんじゃないのこれ。行く？あっち向こう行く？なあ、まあ、みんな一緒に やろうか。悔しい。もうついてる。よし、これ持っていくわ。まずい。また俺の負けだ。大丈夫、俺釣ってないから。まずいわ。え、あいつら何で釣ってんの？俺エビ使ってるのに。エビ。
きなことじゃないですか。いや、さばく場所さえあれば俺別に。まずいわ。中ちゃんが斬新な釣りしてた。こんな釣り仕方しないけど、こんな仕方見たことないから。え？ほんまや、中ちゃん。マジか。また？ラクター。もう一回もう一回もう一回。ラクターだけ。え？いや、なんだったの？一番後ろ。あ、ほら、行ったわ。何？違うんですか？何、何、何？何？何？マジかよ。中山がバンバン釣ってんだけど。こっちだわ。こっち。あ、ね、指ついてる。
色味が効いてないわ。なんでやろ、ハプニングだろ、ハプニングだ。俺が色味が効いてないわ。みんな入ってる、何も広角直すわ。ちょっと待ちや、なんでこうなってんのか分かるんだよね。iPhone15 は広角が合わないな。こうだと見えるもんね。ライトの関係があるな。
隙間あれやん、ここ、うん、ここ、うん、この辺落としてちょんちょんしてたら、うん、ワンチャンなんか、ワンチャンなんか来る。そこまで落として、そこまで、うん、糸がもう出なくなるまで落として、この岩のスレスレでやって、岩のスレスレ、あんま照らすと魚いなくなっちゃうからさ、メール鳴らしてこの辺落としてさ、そこでちょんちょんしてたまにね。よし、やばいわ、負けるわ。何が何でも本当にね、まずいわ。ありがとう、招き猫。当たったわ。マジで？マジで？お、お、ごめん。ちょっと待って。かかってるだけやな。ごめん。やっぱちょっとかめんね。なんかおかしいな。俺がさっきわった。俺がさっき落ちたやろ。ちょっと俺右の方だけど。違う。まずいわ。まずい。センキュー2個、センキューラスコイ。ダスコイ。まずい。そう、そのまま持っていって、そこ。あ、気づた。これね、もういいやつ。こいつがね、引いてね、ひょこりビャーって走ったりしたら完璧。何も釣れねえ。
マジか、そんなもんか。手前は。見えへんな、みんな。どうしような、ライト打ってくれる。で俺だけ分かるやろ、これ電球機あるからな。これ右に光ってる電球機強いやろ。俺だけ分かる。ていうか、次たいマジで。ていうか、次たいんだけど。いや、ビリビリちっちゃい。テトラポットのところ行くか。もうこうなったら。テトラポット。この中の方行ってくるか。すがり投げ逃げっつって投げ逃げもそういう感じやな。たまたま見つけてきましたよ。全く状況わからん。釣れない、今は釣れないっていうことわかる。
ワームでやってる。ワームで怖いな。ロストやでってどういうこと？置いとくってこと？ここについてんのかもわかんないよ。また引っかかった？ルアーつけるか、もうこうなったら。ルアーどう？ルアーで行くか、遠くにぶん投げて。ファニーライト持ってきてくれるか。夜って釣れる？確かに星綺麗だわ。ゴミ切りぐらいの魚でいいんだよな。カニ探しに行ってくるかな俺。カニ。ルアーで釣れるかな。でも中ちゃん釣れてるから。じゃあもうルアー。あ、ルアー？ああ。シーバス。その竿じゃ多分投げれないと思う。カニ探すか。こうなったら。なんもうんともくんとも言わない。とりあえずの穴じゃない。
るなって。これもっと奥のテトラポット行ったら潰れる？なんかね、こういう穴とか結構いろんなところに魚がついてるからさ、やっぱりここさっき俺が釣ったからいないかな。穴出張するぞ。ここの穴はいるかな。これワームが見えねえんだよ、俺目が悪くて。座ろっか。見えないよ。この穴にはいますか。ちょっとテトラポットの奥行くか、こうなったら。おー、黒だい。いなかったら、また次の穴。今、引いてるように見えるけど、これ多分違うかな。あ、無理だ。無理だ。無理だな。浅いと浅いとダメなの。めちゃくちゃ浅いよこれ。これもっと奥は奥。危ないで。暗いし。こっちも浅い？いや、そっちは大丈夫だけど。テトラがね、結構複雑に入ってる。わあ！何釣ってるの？そう、必ず釣れるね、黄金の穴があるんだよ、絶対、どっかに。うようよいる穴が。その代わり、引っかかる確率もめちゃくちゃ高いから気をつけてね。ファニー、車からライト取ってくるわ。え、車開いてる？開いてない。ちょっと取ってくるわ。
まあね、覗いてもカサゴは見えないから、あの障害物がどこにあるか確認したらもうそこに落とすみたいな。静かみたいになるで。トム池お前らちょっと行ってくるわ。こっちの方が釣れんのかな。ここはここ。この。これどうすよね。それか。テトラポットと同じ要領で。この際沿いずっとちょん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 やっていくか。ああ、それもおったら食うもんな。うん、それもいたら食うよ。まったなぁ。このままだと我々負けるぞ。解放。お前誰かもバースト TV とかでこんな試合やった。なあ、試合終わったな。養分負けず嫌いだからな。養分負けず嫌いだから。釣るまでやってやろうっていう、ね、男だから。うわあ、ありがとう花火。今何釣れるって？小町みたいなの釣れたで。センキュラスこっちこっち。俺も座ってやるかもしれないから。こうしとくしかないな。よし、違う釣りしよう。これでいこう。よし、これでいこう。もうこうやっていくしかねえよ。なんじゃヒント会えへんけど、これなんか。よいしょ。これもうほぼ真下やから。ほぼ真下。中山方式で行くしかねえよ。ほぼ真下。通りすがりの初見さんが食うてくれるかもしれん、これパクッと。釣れるまで行くんだよ。悔しいな。
まだ長山釣るのか。次はのんびり忍耐勝負やって選挙まで行けねえ、こう選挙が今です。ちょっと待ってな、今ピンと合えへんな、これ手で押さえて。これ何これ、お、ほんまや、ほんまや、イワシかな、なんかおるな、魚。あいつでいいから食ってくれ。小魚結構いっぱいいるな。あの宿の近くの、ね、あの今日さ西屋行ったじゃん最初さ、うん、なんとかも、うん、そこの港でも釣りできます、釣れねえぞお前ら。ホタルイカどこ行くんだろう。でもなんかここもホタルイカ来るっつって。ここは来ないやろ。いやあのね、なんか向こうはまんない。やでも防波堤とかでここに呼んでも来るんちゃう。うん、来るんか。ここで取れたらあの砂噛んでへんからな、ええけどな。確かに。でもここは多分川の真横すぎて、あちょっとほんまやな、あかんな、ちょっと離れる。ナマコとかで言われて取れないかな。いや開いてないよ。あの助手席のこの肘掛けのところに刺してる。
小魚がいっぱいいるんだよ。そうだよ、めっちゃ欲しくて。いやこれもう難しいわ。もうまずめ終わったもん、31号もこれまずめ終わったっすね。うん、タチウオか。タチウオいないの。アジ狙うんだったらなんか港で常夜灯のあるようなところ。ああな、そやな、集まってるもんな。ありがとう、金の、うん、金の招き猫、センキューラスコイ。もうこうなったらもう釣れないのかい。魚の飯の時間でもいいな。もう魚の飯の時間終わったか。終わった。俺らの飯の時間にするか。諦めかけたその時、ハートセンキュー。魚釣れるまでだよ。え、それずるくねえか。時間決めれた。ずるいよな。ね。しかもその時間ね。いや、8時半にするか。9時にするか。もうあれだ。
釣れた時にバン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 みんなで投げまくってワンチャンあった。ああそうやんな、そうやんな、そのタイミングでな試合のな何も釣れてない。我々2人だけです。ちょっと釣れそうな気がするな。食ってた。ふかし20センチぐらい釣ってた。クイか、クイ、なんとかクイ取れてるみたいな。そうなってくると、こっちも少し
ルすくい取れてるみたい。本当かよ。え？壊れてない。両分さんの釣ったわ。え？両分さんの釣ったわ。これ？ほんま？巻いて。俺じゃなくね？俺のだってあるよ。性能枠かなって大当たり選挙。AB 奇跡起こせ。AB 全部 AB つけたった。完璧や。俺は M 出せた。完璧や。あ、両方臭かったかも。ありがとう。M かけられてさ、魚も釣れる。照明欲しい。十分今ミュージサギ。水面が見たい。ああ、しびれてる。誰か餌にしたら釣れんの？誰かいる？
出る人と出ない人。どうもできない。出る人出ない日。ゼロ一ゼロ三三三の中で六だね。餌で釣れなきゃ釣れねえよな。持ってこうかって。餌でやっても釣れない。エビやったんだけど。リスナーのチンチンを俺に送ってくるやつ。いらないから。釣れてねえもんな。なんか反応あるか違う。コースだ。なんか反応ある。流れてる潮の中でか。いや反応あるが。反応あると願いたいだけだろ。食べて。おしぐかさんありがとう。当たり花火。下げ潮待ちなら釣れる。いつが下げ潮？もう飯食いに行くしかねえな。何も釣れねえよ。え？ああ、何も釣れねえな。何も釣れてない。シロコンサメシ、ネコトロサメシ。あと残り時間4分となってまいりました。GoPro 用のハーネス。
チメントが売ってたの。昨日ホタルイカ現れたな。エビで釣れなきゃ何で釣れるんだよ。これ使う？いやもう使わないもん。置いてこ。あ？これ使う今。なんかすげえいっぱいくっつけてるのにこれ。なんで？え？めっちゃくっつけてるじゃないですか。こんなことしてやったのに。そうだよ。エビ全部エビつけて。悲しいよ。アジと。ホタルイカはもっと遅い時間だ。去年の富士山配信これつけて、外カメの下にたまに棒にして切り替えてもうやめだやめやめよ。釣れねえ。釣りは釣りじゃねえよ。ホタルイカはもっと遅くだって。夜中だよ。夜中ならないと出てこないあいつら。深夜でザバザバ中入ってって探すんだよ。釣り趣味にしたらいいのか。釣りを趣味に。しびれてるわ。はい、これも片付けて、これ、さあここに置くよ。見して、どこ。ここ。あ、オッケー。え、それって誰のさ、あ、そっか、俺。どうも家も持ってきてる。ああ、一匹も釣れねえ。 ADHD でお仕事で踏んじゃうから。ライト浮いてきた。あれライト浮いてきたかな。ちょっと見てきて。なんかライト浮いてきた気があるか。あ、これか。俺が使ってたライト。あれは。今のこれ中山？
傘をここに置いたので、これは僕の竿。あ、そっか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 、これここで、このリールゴミやな、これこのリールゴミやわ。これはちゃんとしまっとこう、大事なものやから釣れなかった。一回旅行行って車一台で行った方がいいな。ていうかこの道、ていうか釣り道具多すぎる。あれもほんまに釣り道具多すぎる。肉もいいなだけど、あ、これバーストしたタイヤです。バーストしたタイヤ、ひどいことに、ひどいことになってます。ボロボロっすこんな風になるかって、こんな風になるのっていう。釣れなかった。飛び出てこれえぐいわなあ。普段も釣れへんかった。寒いよ。だけどいいよ、今日長ちゃん夜泳ぐから。事故るからね、100キロぐらいずっとね、100キロぐらいずっとね、これ大荒れでしたね。ホタルイカは夜中、ホタルイカつな夜中にやるんだよ、夜中。だから夜中の1時ぐらいから始まって、朝日が出る前まで。なんだ、
ですね。たまごっち。魚は無理だけど、たまごっち。深夜からだから。ホタルイカって深夜にしか出てこないんだよ。深夜にしか、あいつらが。場所決めとくか、夜ご飯食いに行く場所。どこがうまいかな。そう、たまごっち、ありがとう。金の盛り上げ猫、金の招き猫、センキュー、センキュー、ラスコイ。うまいところあるか。金の盛り上げ猫、センキューラスコイ。セキュリー、どうする。早いんだよね、富山閉まるの。焼肉行く。焼肉、次肉行く。富山来て焼肉はミス。ご飯何食べる？ファリ。お、何でもいいよ。海鮮？海鮮がいい？焼肉とかがいい？何？ああ、何でもいい。全然何でもいい。養分の気分でいいよ。みんな何がいいんだ。ごちそうしてもらうにはね、海鮮食いたいかな。どうか海鮮がいいですよね。海鮮がいいか。海鮮、10時半。10時。早いなぁ。これは終わってんねやろ。送料確定しました。支払いをしてください。
しましょう。これはいけんの？これを。そうか。じゃあお店があんまやってないんだよな。お店が。市まで行かないと。今探しているご飯屋さん。うん。車置いてが行く？どうする？一緒に行く？一回戻って。一台で行くか。一台で。うん。例えばこの帰りなんやったらな、そのままいいけども、もしどっか出るんやったら1台でまとめたら。うん、ちょっと待ってな、一回、もうちょい待っていて。いや、ないねんけど、まあ、なんかわからん、養分に任せるわ、つって。なんでもいいよ。店がやっぱ早いな。お店が閉まるのが早い。この町は早い。ちょっとよくもらうで。焼肉に。いや、昨日の。うん、あっちの。うん、うん、うん。そしたら富山市内ですか？富山市内ってもっとあっちやで。奥やろ。そうそう、奥やけど、ただそこまで行く時間があるかないか。なんやったらこの辺で探して食べてから行ってもいいやろし。あ、富山もうそのまま行くってこと？富山市内だと遅くまでやるんですよ。あ、じゃあ富山市内まで行く？あ、じゃあそっちの方で行く？とりあえず。なら、車どうする？止めようか。行く？そうする？あ、ほんならついて行こうか。うん、OK。じゃあそっち、とりあえず富山市内方面に。ああ、はいはい。うん。こっちも探すわ。養分富山市内。富山市内。富山市内？富山市内飲食。富山ならいっぱいあるんじゃないの？富山市内だったら。寒い。焼肉か魚どっちがいい？え？焼肉行く？え？まあまあ遅くでも。これここ行こう。これ行こう。ここうまそうだけど。53キロもする。ここ遠いの？これ富山市内って、富山市内ってどこなん？これは行き過ぎなん？これここは行き過ぎな。もうちょい縮めて、縮めて。俺らやってんのここら辺だよな。いや、もうしない。前焼肉行ったやんな、あれな。だけど俺らがさ、撮ってんのってさ、ん？もっと左、向こうやで。ここやないな。ここやろ、俺らが行ったの撮ってんの。え？違う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 。ここやろ。うん、違う違う違う。あのね、この2つの、このこれあるでしょ。ああ、これの、この辺りぐらい。あんだけか。うん、そうそう、赤ちゃん。ちょうどいいか。こっちかな、この部屋、ここやったかな。こうかもしれない。あ、ね、これやろ、これ。1時間。これは何時までな、そもそも。あ、ここも11時だな。
もう行った方がいいね。閉まるね。着く頃どんどん。富山早いな、全部。そこ11時。もう早いな、11時だな。11時と12時にどっちにしろ早めに行かないとすぐ閉まっちゃう。今から行って10時とりあえず向かうか。スレゴアリなんとか成功ボドムで参りました。だからバカママだから売れ残ってんだよ。でしょ、ちゃんとした人ならもういないよ。よし、行こう。じゃあどこ行く？市内の方？市内だな。うん、とりあえず、ついてきて。ここまで行くってことだから、うん、そうだね。富山市内まで案内して。ちょっと待って、俺切るわ配信、ごめんな。じゃあまたね。ここにする？ん？ここ12時、今から行って10時あ、行けるんじゃない ?12 時でしょ。ああ、全然行けるじゃん。2時間待ったら。ね、1時間で着くもんね。ここにしようか。あ、養分か、中ちゃんか、ふかしーも配信してるから。またね、焼肉屋でまた。小谷さん、これ切りますよね。え？切る？じゃあ、養分のところ。おつ。斜面になって上手いかどうかはちょっと分からんけど、あれでも微妙かな。乾燥やわ。乾燥。ここも遅いな。おー、ありがとう。招き猫センキューラスコーイ。とりあえず富山県は早いな、全部閉まるのが。ちょっと撮り直す。